社会の、いろいろな変化とともに、医療もどん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 変化していて、特に、最近は AI とか IT とか、そういう分野が、あらゆる分野ですけども、特に医療の中でも張り込んできて、多様化ですね。医療も多様化、複雑化しているわけなんですけども、最終的にはね、我々、医療者とか医師の目的っていうのは、患者さん、一般の市民の健康を取り戻す、で、健康を維持するってことなんですけども、その方法として、私みたいに、一回の、臨床医としてね、患者さんに向き合って仕事する場合もあるんですけども、さらにですね、他の方法として、いろいろな研究をしまして、それからイノベーションとかのベンチャーを立ち上げて、そういうのだと、より多くのね、人々に、患者さんと我々一対一だと、一人の患者さんに対して一人の医師ってもそういう感じなんですけども、より多くの人たちにですね、恩恵をもたらすような、医療活動っていうのもできるわけなんですけども、そういうことを、されてこられた、で、現在もされている、しかも、日本とアメリカで、っていうか中国の方も進出してるのかな、そういうところでされている、良一永田先生に今日は、出演いただいて、多分私も知らないいろんな話聞けると思って、楽しみにしてるんですけども、ぜひとも、先生の方から若い人にですね、何か、未来を見据えたような話を少ししていただいて、特にイノベーションしたり、ベンチャーをするようなね、こと、こういう仕事もありますよみたいなことをお話しいただくと嬉しいと思いますので、良一先生、ぜひお願いいたし、今日はよろはい、しよくおろ願しいいくおた願しいいまたす。します。ありがとうございます。第102回未来の医者への贈り物、永田良一先生。新日本科学というところの、代表されていて、その他にいろんなベンチャーの代表されてるんですけども、タイトルとしては、バイオベンチャーを目指す医師へという話をしていただきたいと思いますので、良一先生、ぜひともよろしくお願いします。はい。私、魚釣りが大好きで。そうですね、まず出てきこたれのが。スジアラって向こうで赤城って言うんですけれども、鹿児島に船を止めてまして、時々、こういうのを釣りに行ってます。なるほど、興先味生がの趣味ですね。いろんなことをやってきたんですけど、僕はもう昭和の50年代の卒業で、当時はですね、臨床医にならないと、こういうベンチャーの仕事なんかやってるのは悪だと いうふうに 見られた時代で、多分日本で一番最初のベンチャー企業を私が立ち上げたんじゃないかなと思います。どうでしょうね。先生と大体私同年代ですけど、ほとんど普通はね、臨床科になって勤務したり、開業したりする人がもう9割9分以上でしたからね。で、10個ぐらい選んでいろんなことをやってきてます。まずはですね、私は2代目なんですが、父が創業した新日本科学ですね。私が入った時は30人ぐらいの会社でしたけども、今はグループで2500人超えるようになりすまごしいですた。ね。今、東証プライムにも上場をしております。それから、いろんな施設をですね、いろんなところに作ってまいりました。それから、あと、陽子線治療施設もですね、これは一つの、社会的利益って言いますか、ボランティアですけれども、108億かけてですね、鹿児島に、指宿市にですね、これそうをです作ね。私も見学に行かせていただきました。りがとうございます。温泉がとてもいいところです。そうですね、とってもいいところですね。あと、アメリカのボルチモアですね、メリーランド州にあるんですけど、大学に、治験病院をですね、作りました。それから、そのメリーランド大学とハーバード大学と合弁会社も作りました。もう一それ流の大学ですから、ね、アメリカもでもね。で、あと、バイオベンチャー2社アメリカで上場させました。ナスダックですね、アメリカは。はい。で、あとは、私が開発した新薬ですね、警備の、基盤技術を開発しまして、今年申請しました。で、来年早々、おそらく承認得られるんじゃないかなと期待しております。なるほど。あと、僕は、実験するときに、やはりですね、ネズミや犬じゃ、ちゃんとその人の安全性を担保できない考えまして、本当に1980年代っていうと、誰も
猿の繁殖なんか考えもしなかった頃、インドネシア、それから中国、カンボジアですね、そういうところで繁殖を始めて、今ではですね、もう4万匹ぐらいの猿を繁殖して、世界最大規模に なりました。そうですね。これは日本のあちこちにこう繁殖させて提供し、実験用に提供してるってことなんですか？自宅で私が受けてるのが多いですが、提供する場合もあります。なるほど。今はなかなか猿が手に入らなくてですね、皆さん、困っておられるので、なるべく、協力するようにしなてるほます。どね。最後は、これですね、鹿児島県は、うなぎの養殖が日本一なんですよ。4000万尾、5000万尾、養殖してるんですけれども、うなぎがですね、シラスウナギが取れなくなって、養鰻業がとっても厳しくなってきたんですね。知事と、鹿児島銀行の頭取からやってくれないかと頼まれて、10年、かかりましたけど、それを成功しました。この10選、選んで、簡単にお話しさせていただきまなす。るほど。よろしくお願いしもうます。一つある。もう一つごめんなさい。一番下ちょっと見にくいかもしれませんけど、地熱発電に興味を持ってですね、SDGs っていうのがまだない頃ですか、2000年代初めの頃からこの地熱発電をやって、電力会社以外では唯一に日本でうちだけがこの地熱発電やってます。なるほど。いろんな本当分野であちこちで、ある意味では総括すると最近言われている SDGs のね、こう解決するようなことを多方面でされてるっていう感じがしますね。そうですね。世の中にそういうのがまだ考えがなくて、面白くてですね、当時、本当、2000年代初期は、こういうことをやってると、機関投資家から、金儲けなんでしないんだと。上場企業っていうのは利益出してなんぼの会社だから、もう、こんなね、お金を使うようなことはするところには投資できないって言われたのが、今になると同じ会社の人からですよ。いや、さすが先見の目があると。でも SDGs に目を向けなかった頃からね、これやって、もうすでに全て、もう、クリアしてるっていうそうですよ会社ね、もな本いで当にすよね。ね、とかね、わけのわかんないこと言われてます。世の中がついてきてるかなと思います。なるほど。そういうことで、うちの、会社のですね、全体のあれですけれども、昭和32年に父親が作って、ちょっとこれ、去年のやつなんですけど、2300人、今2500人、超えております。で、3つのこの事業をやってるんですけれども、医薬品のですね、受託、開発受託ですね、それから自社で創薬をする、トランスレーショナルリサーチ。あと、社会的利益ですね。貢献事業、メリポリス事業。で、グループ会社、この40年の間に29社ぐらい できちゃってですね。困れたところも結構あるんですけれども、こういう感じです。で、これが、安全性研究所に、なりまして、鹿児島市に、ございます。ここに1000人以上のスタッフが、働いております。これ、和歌山にですね、だったかな、97年ぐらいだったと思いますけれども、ラジアーゾトープを使って全身のですね、薬物の分布が測れる、装置も導入しました。LC++ って、本当にこの、すごいんですよ。ナノピコレベル測れる1億円ぐらいする機械が40台ぐらい入ってまして、この20数年の間に3、4回入れ替えましたけれども、血液の薬物の濃度をこれで測っており薬ます。物の体内の分布みたいのを見るわけですか？分布と血液の濃度ですね。なるほど。まとめですね。そういうふうなセンターであります。これはですね、富士山じゃなくてですね、シアトル富士なんですけど これはですね、マントレーニエで、
僕は25歳の時アメリカに初めて行きまして、それからですね、ずっと15年間思いを持ってたのが、アメリカに研究施設作るぞというのが私の夢だったんですね。なるほど。それが40歳になった時に、叶ったんですけど、このシアトルっていうのはこのマリナーズのあ、野そうです球ね。場はい。でですね、と、こういうシーサイドのレストランがとっても有名っていうか、いいとうん。ころ。アメこリれカは人私がが住み作たっい、た、トップの街ですよね。これが研究所になります。なるほど。これでも400、500人、採用して、グリーンカードを取ってですね、日本とアメリカ行ったり来たり、もうほぼ隔週ぐらいで20年ぐらいやってましたけど、もうさすがにこの年になるときつくなりました。これが20年前の私の若かりそうですね。あ、し。若き頃。これが私の部下たちです。いや、アメリカでこういう企業を立ち上げるっていうこと自体は相当大変でしょう。やっぱしね、日本と違ってね。大変ですよ。すごい大変ですよ。まあ、でも勉強になりましたね。アメリカのいろんな法律と日本の法律違いますので。で、大これ変そうはだ。2005年だったですかね。グリーンピア指宿っていうのを、国が、もう維持できなくなったって押し付けられてですね。そこにこの養子縁センターを108億かけて、作ったんです。これは、会社じゃなくて個人で、私が借金して 作りました。で、未だにずっと、債務を背負って、毎年お金を返しておりますが。で、これ、死肉なんですけども、これ切るとなると、骨も一緒に取らなきゃいけないじゃないですか。こうやって綺麗に、そうですすごいね。綺麗になるんですすごいですね。よ。もう今、これ保険が効きますので、頭頸部は、本当に、患者さんは喜んでですね、治療ができます。もうかなこりの分の、野は結構日本で割に進んでる分野ですよね。アメリカの人たちが日本のこういうのを知ってて、オンコロジー、腫瘍なんかやってる先生が日本はとっても発達してるということで言ってましたけども。このセンター長は、国立がんセンターの東病院で、この陽子線の部長されてる方で、頭頸部のがんの専門家なんですね。ですから、こういうの得意とされてます。これが加速器になってます。ほぼ光の速度まで陽子線を加速して、打つんですね。これがガントリーですね。180トンぐらいあるんですが、もう1ミリ以内の精度で360度左右に回るんですね。すごいです、これは。で、これが、この中がこういう治療室になってあ、て、そうで患者すよさんね。を寝るだけで、陽子線が飛んできて、がんが消えちゃうというですね、もうとんでもない装置ですね。これが、X 線と陽子線の違いで、X 線は突き抜けるけれども、陽子線は止まるっていうことで、しかも、この、癌の部位にですね、フォーカスして強いエネルギーを与えることが出るの、できるので、効果が非常にいいという。あと、変なところに当たらないので、副作用が軽減されるんですそうですね。ね。やっぱし、癌の治療となると、外科、局所治療としてね、外科が出てくるんですけども、なかなか外科でできないことがたくさんあるので、抗がん剤なんか全身ですけどね、これ放射線、本当に今、どんどん発そう達なしんていてね、本当先生のこの技術は素晴らしいですよね。です。僕も外科医になりたかったんですけど、今、外科医にはならなかったんですが、これで6000人の患者さんを治療しましたんああ、で、すごいですね。なんとか若い時の夢が叶ったかなと。膵臓がんもとってもよく効きます。本当に膵臓膵臓がん。がんはですね、抗がん剤にプラス手術でですね、こう、集学的な治療をするとですね、すごくいいです。信じなられるなほど。いぐらい生存率が高まります。今本当、膵臓がもう、ワンオブザワーストですけどね、本当、そうです今ね。後そういうことがあれば先生に何か紹介したい人がいて、お話なんかも入れてくださったんですけども、どうぞ、いつで今後も、ともぜひよろしく。で、あと、これが乳がん。これはですね、世界でうちしかやってないんですが、こういう装置を作ってですね、乳がんはその乳房が動くので、固定することが難しかったんですけれども、固定する道具をですね、作って、もうこれも簡単に固定できますので、2、30例治療しましたけれども、非常にいい結果が出て、治療と予防照射と同時にできるんですよ。ああ、そうかそうか。
ですから、まあ、フィールドインフィールドって言ってますけど、弱く当たるところと強く当たるところを選択的に作れるので、乳がんもとってもいいと思います。これが、手術して取った後も予防的な放射線しますからね。それをはい、そ同れ、時にそできの方ちゃうっがていいことでですね。よね。なるほど。綺麗にこうやって、まあ、本消える。当だ。まあ、当然なんですけどね。これは、ボルチモアのですね、ユニバーシティメリン、ユニバーシティ、ステートユニバーシティですね。ユニバーシティオブメリーランドですね。ですから、のボルチマー校で病院がある。これは、すごいのが、屋上にですね、なんていうか、10機ぐらいヘリコプターが止まってて、ここから、ワシントン DC 含めて、全部カバーしてるんですよね。なるで、ほど。全米でも多分一番古い医学部の、州立の医学部だと思います。1869年。外傷とか、あれ、とっても昔から有はい、名ですも学長んは有ね。名ですよね。この学長からある日ですね、25年、4、5年前に電話がかかってきて、会いたいっていうことで、わざわざ日本まで、鹿児島まで来られて、なんだなと思ったら、自分とその合弁会社作って、アメリカで事業やろうって言われて、で、なんで私なんですかって言ったら、そのドクターで、アメリカでその進出して、事業をやって成功してる人が、日本人はあなたしかいなかったから、なるほど。ね、なんで私が分かったんですかって言ったら、なんか、副学長の奥さんが CIA に勤めてて、もう情報を取るのは簡単なんだよって、もう全部完全に身体検査されてんだろうなと思って。そういう。で、これが私が建てた病院でですね、フロアが使ってるんですけれども、100床あって、地下専門病院でですね、で、実はここがあったところはもう本当スラム街でですね、治安が悪かったんですけど、それを全部スクラップしてですね、この綺麗な建物第1号棟を建てて、今、6号棟まで建ってます。で、もう本当に良くなってですね、ここ真ん中、僕を呼んでくれたのはデビッド・ラムゼーってオックスフォード出身のですね、サンフランシスコの UCSF のバイスチャンセラーしてて、このプレジデントに招聘された方なんですが、もうお亡くなりになってですね、新しい学長さんなんですけど、ここにいる若い子たちは、鹿児島大学の医学部の4年生とか5年生でですね、学生さん。毎年講義やってて、講義終わった後、このスライド見せたら、連れて行ってほしいっていうことを言って、じゃあいいよっつって連れて行ってやったんです。で、めっちゃ、この下にはですね、僕の名前が彫った石板があるんですよ、な本る物に。ほど。で、この前は中田パークって桜が咲く公園まで作ってくれてですね。で、これは州知事ですけれども、こうやって、SNBL の碑っていうのを作ってくれて、すごいですなんね。かとっていや、も、でも学生さん、鹿児島大学、本当先生がいらしたおかげで、本当にいい経験ですよね。本当にそうこうでいうすこよとね。ね。とっても楽しい思いしたんじゃないですか。これハーバードですね。ハーバードも、もう本当、2000年の頃からですか、もうあそこのチーフテクノロジーオフィサーをしているドクター・アイザックが友達で、メリーランド作ったんだってね、ハーバードも実は作ったことないんだよ、合弁会社とか言うんで、こんな古い大学なんないのっつって。で、両方とも同じぐらいの時期できてるんですけど、で、作ったんです、合弁会社。すごいな。で、このいろんなそのテクノロジーをですね、インキュベートするような会社ですね。で、その中の一つはウェブライフサイエンスって、これはまた違う会社なんですけど、ハーバードの教授と一緒に作ったんですが、ここがスタッフで、まあ、4人で始めて、今、2、300人いると思いますけど、何がすごいかっていうと、当時まだもう本当に15年以上前ですけれども、核酸医薬に私は興味あって、何に興味があった？核酸医薬。核酸ですね。たくさん。核酸、オリゴニュークロタイド。なるほど。で、これ、核酸、なんて言いますか、右手と左手を、コントロールできる、すごい技術を ノーベル賞級の技術を持ってるんですよ。で、面白いなって、グレッグ・バーダインという教授なんですけど、で、彼と友達でワイン飲みながら、こういう研究がまだできてないんですよ。やろうと思ってるって、で、1ミリオンですね。まあ今で言うと1億5000万ぐらいですかね。研究費出してやったんですよ。だからやっぱりさすがハーバードですよね。すごいデータ持ってきて、で、それをそのまま10ミリオン。あげました。そして、会社作って、
上場させて、そしたら、ファイザーとか GSK とか、ああいうところが、1ビリオンですよね。1500億単位あで、研究費持ってくんですよね。あ。すごいなと思って、もともとは僕が90%で、80%か、で、大学の先生が20%を持ってたんですけど、で、今はもう、同情して薄くなって、僕は10%ぐらいしか株は持ってないんですが、まあ、それでもね、この技術はとっても、いいというか、結局この核酸医薬って核酸を、まあ、細胞の中にある核の中に核酸をどういうふうな、こう、要するに、具体的には。病気の原因がわかるじゃないですか。こういうふうに遺伝子に問題があ遺り伝ます子がと。ね、レベルでね、でも、例えば、今、我々がわかってる、まあ、病気があるとすると、今の薬で効くのって2割ぐらいですよね。8割ぐらいは薬作れないんですよね。でも、これだと、それに合わせてて、もうきちっと薬作れるんですよ。そうかそうか。だから、本当に、なんて言いますか、バシッと決まる薬が作れで、て作いれくるわけなんですの。ね。だから今、どのくらい、28パイプラインぐらい流れてますけど、これが一つ一つ薬になったらすごいかなと思ってますけど、まあ、いろんな副作用があったりね、有効性の問題があったり、ストラグリングしてますけれども、でも、うまくいくと思います。これは別に癌とかそういうのに限らず、いろんな病気に対応できるわけそうですね。がんは今んところまだやってません。もうやること多すぎてですね。で、次はですね、僕は警備トイレにとっても興味を持ってて、ある、キャリアを見つけたんですね。この薬を運ぶ。で、これするとですね、薬が鼻からもうどんどん入っちゃうんですよ。で、どのくらい入るかっていうと、もう注射薬と僕の警備剤と同じくらいバイアベリビリティがすごいで入る。すね。すごいんです、これ。で、まあ、注射じゃなくて、鼻からですから痛みもないまあ、し、会社にとって楽ですもんね。本当、針刺し事故もないし、すごくいいんです。で、いろんな薬乗っけることができるので、今、いろんなことをやってます。で、で、飲み薬まあ、で、注射できるから、飲み薬だと吸収されないみたいな薬がたくさんあありるます。けども、そういうの吸が収大丈さ夫れですてね。も、肝臓を取るときにファーストパスそでうですすよぐ分ね。解されてしまうというのも、これ乗っけるといいんですよ。そっかそっか。すごいな。で、一つ、サンフランシスコに会社を、薩摩っていう会社を作ったんですけど、これも、上場させて360億円取って、これで FDA に承認申請、しました。つい最近のことですね、それは。つい最近です。で、これはですね、実はおそらくこれ脳に入るんじゃないかなと思って、救急があるじゃないですか。緊急に、まあ、神経口があるので、ここに吹くとですね、こうやって、これペットですけれども、脳に入るんですよ。きれい本に。当だ。静脈では入らないのに。で、こういう技術も確立しました。で、あとワクチンですね。警備であると、IgA が出るので、まあ、こう、体の、こう、皮膚とか粘膜を防御してくれるわけですよね。だから感染自体を防御できるというのが期待されてるんですね、このワクチン。今研究してます、これも。これはワクチンというのはいろんな、ウイルスとか細菌に対するワクチンってことですか？そうですね。まあ今我々はインフルエンザから始めようということで、インフルエンザの方を試験的にやってますけど、中国は猿の繁殖施設を作りました。で、お礼にホワイトタイガーをもらって これ本当の生きてるやつですか？ 生きてる。いや、これの親をもらったんですけど、さすがに親は怖いので、生まれたの子供を抱っこさせてもらって、写真撮ったり。井戸を掘った人だっていう、中国は昔は猿の繁殖やってなかったんですよ。で、僕は行って、これいけるぞっていうことで、東南アジアから、こう引っ張ってきて繁殖をさせたんですね。そしたら、あなた井戸を掘った人だからって言って、よく中国政府がこれ出してくれたと思うんですけど。まあ、そういう、これカンボジアですね。カンボジアはもうジャングルの中にこういう猿の繁殖施設を作って、いつもヘリで行ってますけれども、まあ、とんでもない田舎というか、山奥です。で、そうそう。うさっなき言っぎ。たうなぎの話ですね、次は。うなぎは、
僕大好きなんですけど、高いもうですもん昔ね。だんだんは高くなって今大変で2000円、すもんね。2000円くらいだったじゃないですか。今ね、東京だとね、3000、4000くらいするのかな。しますよね。ね、もうとっても高くなってですね。で、これを何とかしようと思って、沖永良部島にですね、うなぎの研究施設を作って、大成功しました。もう、一品の木のうなぎからですね、2、30万個の卵を取れるんですよ。これ、孵化すると、まあ、半分ぐらいが、シラスウナギ作れるので、まあ、10万尾とかね、すごい数の今 その生存率が50%ぐらいあるんですね。普通は5%もないんですよ。みんな知るんです。養殖した腰場合痛ね。のレプトセファルスっていうところで。今で、これ後も、日本のうなぎ少し安くなるかもしれませんかね。それが僕の目標で、サラリーマンがランチにうなぎのかば焼きを食べられるぐらいに値段を落とすっていうのが僕なのる目ほど。標。そしたら、また上場会社、言われました、機関投資家から、せっかくね、ダイヤモンドのね、鉱石を見つけたのにね、なんでそんなので金儲けしないんだって言われた。いや。私はね、金儲けも大事だけれども、うなぎのかば焼きが好きで、これみんなで食べてもらった方が絶対僕が幸せになるから、僕のためにやるんだっつって、なん何か、も言わませんでしたけどね。じゃあ、そのうち私も先生の、養殖されたうなぎを食べさせてもらぜいまひ食す。べてください。本当にね、美味しいですよ。この前食べたんです、実は。なるほど、え骨が柔らかくて刺さらないんですよね。で、全く臭みもなくてですね、ぜひ、たくさん作りぜひぜひ。ます。これは地熱発電ですね。ある日ですね、夕日見てたんですよ。で、夕日見てね、真っ赤な夕日見てて、まあ、うち加速器でね、シンクロトロンで、陽子線回すので、ものすごい電気使うんですね。で、こうなんとかね、この電気を使わないで済む方法ないかなと思って、まあ、いろいろ考えたんですけど、地熱発電できるんじゃないかなと思ったらいけたんですよ。成功率25%って言われてるんですけど、蒸気が普通出ないので、地熱っていうのは、太陽の直接のやつじゃなくて、地下1500メートルです。むしろ地球の中の方の熱か。ジオサーマルですね。なるほど。1500メートル掘って、この蒸気がプシューって出てくるんですよ。その蒸気をペンタンっていう沸点の低い液体に熱交換させるんですね。で、ペンタンが一気に気化して、タービンを回して、で、蒸気は99度のお湯になるんですよ。で、お湯になって、このまた地下1000メートルに返すんですね。還元するんです。なるほど。だから地球に優しいし、そうですよね。まさに全く二酸化 SDGs 炭で。素出ませんから、しかも24時間ずっと回りっぱなしですからね。すごいな。効率がいいんですよ。こういうのを各地に作ったらいいですよね、きっとね。できると思います。今後はね、こういうのがもう各地に、これが今お話ししたやつですけど、2600世帯分の電気に相当するらしい。なこるほど。れ、とてもうまくいってます。これ何だと思います？これなんかの木です。桜じゃなくて？なんだ？桜なんですよ。去年の秋に撮った桜なんですね。ね。秋に撮った桜の日。11月。もうほぼ冬ですよね。で、僕はね、小さい頃からもう山の中駆けずり回ったんで、秋に桜が咲くっていうのは知ってたんですよ。そうですか。で、そしてその話をしたらみんな、嘘だって言うんですでよ。すよね、普通は。普通咲かないんだけど、もうすっごく寒い日が続いた後、パッと暖かくなることがあるんですよね。で、そういう時に、ほんの数枚咲くんです。で、それですぐ散るんであまりよくわかんないんですけど、よく見ると咲いてるんですよ。ほんのちょっと。で、これなんでこれ出したかっていうと、やっぱセレなんブでリですティをか？話したかったんですね。やっぱりこの気づき力っていうか、頭からできないと思うとできない。ないと思うとないんですよね。でも、いろいろ考えるといろんなアイデアが出てきて、うなぎもそうだったんですよ。できない。もう、ほんとね、9年間できなかったんですけどね。それがある時に、もう全く素人ですから、僕はうなぎは。でも、これやってみろって言ってやったら、それがパシッとはまって、もう誰もやったことのない50%超えの生存率のですね、データを出せたという。やっぱり一つのセレンディピティですよね。あたなるしほど周知ね。しですね。違和これ、やっ感。ぱり、違和感を感じて、そこから探求心ですね、きっとね。何、まあ、そこなからん、先な、は、まあ、探求心です。好奇心ですかね、僕の好場奇合は心ね。が、なるほど、なるほど。いろんなものに好奇心持ってるんで、
もう65になっても子供の心っていうか気持ちなんですね、いつも。ええー、素晴らだからしい。もう家族にバカにされるんですけどね。まあ、ベンチャー作っという人がね、ここ10年ぐらい出てきました。そうですね、だんだんね。で、私のところにご相談に来られます。で、もういつもね、同じことを話すんですけど、上場を目指すんですか？あるいは、ライセンスをアウトするんですか？売却するんですか？ってずっと続けるんですか？どうされるんですか？っていう、とにかく目標って言いますか、出口をしっかりと聞くようにしてですね。なるほど。ただ、それだけではやっぱりダメで、それに対する、まあ、戦略と戦術ですね。で、準備していかなきゃいけないっていう話をですね。まあ、します。なるほど。もう、結構、大変なんですけどね。で、みんな新しいことやるんですよ。で、すごいと思うんですね、自分の研究。でも、研究者ってみんな新しいことをやってて、全然すごくないんです。で、特許取りましたって来るんですよ。それね、新しいことやってりゃ特許取れるんですよ。そんなのね、全然もう問題外です。で、これ事業になると思いますって、大体事業になるんです。でもね、それだけじゃダメです。それが成長していかなきゃいけないし、そうですですね。ね、差別化して、市場の中でオンリーワンにならなきゃダメですね。で、そういう優位性を持てれば成功すると。なるほど。で、うちもじゃあちょっと資本参加しましょうかとかね。うちのアメリカの、事業所に、空きがあるから、ちょっとそこにアメリカの支所でも作りませんかとかね、インキュベーションしてあげますよというお声をかけるようにしてます。いや、本当や、まあ、特に最近の私、若い人たちはね、まあ、そういうベンチャーとかね、イノベーションとかそういうのに、まあ、興味ある人がそうたでくすさんいよて、ね。それで、はいいいいこと傾だ向と。だと思いますね。そうですよね。それこそ40年近く大学で講義してますけど、最初の頃はあまり興味を持たれなかったのが、最近はこのベンチャーの話をするとすごく質問が出てですね、なるほど。時代は変わったなと思って、昔はお前は医者じゃないって言われましたからね、そうなって。昭和の時代ってそうでしたもんね。そうですね。超いブや、ラックで私しなんた。かもね、まあ、だいぶ年先生と同年代ですけど、先生の話聞いてると、なんか、夢があってとってもいいですね。それでまあ、先生の夢の夢。話ですね。僕の夢はですね、新薬を3つ患者さんに届けるんですね。今、片頭痛薬出してます。で、パーキンソン病の、時々切れる場合があるんですよね。で、それを、パッと経鼻から入れることによって、すっと症状を改善させる。今、臨床試験に入ってます。先ほど話した警備ワクチンですね。この三つできれば、まあ僕の人生の目標はこれで終わりかなと。そうですか。逆に言うとこの三つは絶対に成功させてみるぞと いうなるほね。どね。ままあだこまの。だじゃあ先生、先が頑張ってもらわないといけないですね。まあ、送る言葉って言われたんですけど、僕ね、体欲っていう言葉をいつも使ってるんですね。なるほど。そうすると、長社長って欲が深いんですねって言うんですけど、ご存知のように、高野山大学の密教学で修士取ってるんですね。で、まあ、総医もですね、取れるんですけど、実は。そんな お話坊なさんんにですなか。るつもりはないんですが、すごいね。体欲っていうのはですね、無欲に通じるっていうんですけれども、8800万の願いをか、あの、叶える。でも8800万って先生持ってます？ 全然及ない。ばないですね。もう大体ね、100もないですよ、みんな、欲なそうですんて。ね、意それ欲はね、ね。なぜかっていうと、自分だけの欲だからなんですね。で、自分を取り巻く周囲の視点を増やしていくとですね、欲が夢、願い、目的になって、すごいエネルギーとパワーを持つんですね。だから、私だけの幸せ、私だけの欲じゃなくって、目の前のあなたの欲、そしてみんなの欲を全部、かつ、今まだ生まれていない自分たちの子孫ですよね。次世代、あるいは100年先の世代まで考えると、もう8800万じゃ足りないんですよ、実は。ないですね。だから、これが僕の全ての行動の源泉になってるんですね。まあ、そこまでしかし考えを広げられる人っていうのはなかなかいないかもしれませんけどね。
僕はブータン王国の名誉総領事もやってまして、何回ももう7、8回行って、この国王ともいつも謁見してるんですけれども、なるほど。一番幸せな国って言われてますもんそうね。なんです、そうなんです。ところがね、行くとね、幸せなのって思うぐらいみんな貧乏です。ああ、なるほど。で、経済的に貧乏ってことですね。そうなんです。その通りなんです。だ物質的に面倒、まあ、貧しいんですけれど貧しいですも。ね。で、僕は、97%の国民が幸せだって言うけれども、本当にそうなんですかって、初代の首相の金理首相に聞いたらですね、日本人は快楽と幸福を混同してませんかって言われた。ドキッとして、快楽の中に幸福を見出そうとしても、それは次元が違うから、幸福は見出せないんですよって言われて。で、それ僕はね、仏教で、実は本当は習ってるんですよね。で、そうだよなと思って、だからまあ、快楽っていうのはこの五感の刺激であって一時的だと。幸福って幸せっていうのは永続的ですよね。だから例えば安心とか安定してるとか安全であるとか、そういう時に心が安らぐわけですよね。で、まあ、なんて言いますか、幸福っていうのは、全部100%こういうことはありえないので、我々の中には必ず何らかの悩みとか不安とか、まあそういうものを必ずあるんですよね。そういうものをなくすことはできない。けれども、小さくすることはできるんですね。テクなニッるク。ほど。だからまあ、それをこう、畳んでいって小さくしていって、心の中が安定した状態に持っていくっていうのが、1200年前に弘法大師空海が論文をもういくつも、我々全部論文読んでレポートを出さないと卒業できないんで、とっても苦労して、高校の時に漢文とかね、ああいう古文とかね、もう嫌いだったからやらなかったんですけど、やっときゃよかったなと、つくづく 思ったんですけど、まあ、年取ってからやりましたけどね。まあ、そういうことで、ブータンのこの子供たちってね、実は乳児のその死亡率とっても高いんですよ。ほんで、もう厚労大臣から相談を受けて、いや、それ栄養失調じゃないですか。ということで、ミルクをね、飲ませてくださいと。そしたら、いや、ブータンには乳牛があまりいないんですよって言われて、もう十何年前の話ですけど、畜産局の若い人を2人連れてきて、で、鹿児島大学の、その時僕は鹿児島大学の経営協議会っていうんですかね、の委員で、学長選考委員やってたんですね。で、学長に頼み込んで入れてくれと、2人と、大学院と。で、入れてもらって、5年間かな、勉強してもらって、まあ、もともとインドかなんかの獣医さんだったらしいんですけれども、検疫育種とかそういうのずっと勉強して、で、彼らが帰ってから、ブータン乳牛が増えてきたんですよ。で、今度は、チーズとかね、ヨーグルトとか、そういうのを飲まして、やったらいいよって言ったら、工場がないって言うんで。で、日本からね、本当ね、森永乳業の OB の方で素晴らしい人がおられて、あと、うちの社員の、優秀なね、東北大学の薬学部を卒業した人間とか、アメリカ人の、マネージャーとか送り込んで、チーズ工場作りました、これを。すごいな。ね、作ってね、ちゃんとメンテナンスして、原宿のど真ん中にアンテナショップ僕作って、そこでチーズ売って、お客さん作って、で、キャッシュフローが回るようになって、そしてから向こうの政府に全部、ドネーション、寄贈しました。ね、そしたらもう子供たちがね、とっても元気になって、本当ね、乳幼児の、改あの死亡率が改善、されました。素晴らしで、いですね。向こうそのれ。ね、国王もとっても喜んでいただいてですね、あまり日本では知られてないんで、こんなことをするのはちょっと本当バカかって言われるんですけれどもいやいね。や、大したもんですね、やっぱし。まあね、機関投資家に聞かれるとまた何か言われるかと思って黙ったんですけど。でも今はね、結構、統合報告書ですか？そういうのも書くようにしてるので知られてきましたけれども。これはね、カンボジアですね。カンボジアにさっきの猿の繁殖場を作ったんですけど、ね、
学校がないんですよ、向こうには。なんでないかっていうと、ポルポト政権で教師が全部殺されて、先生がいない。わ。学校がない。で、みんな字が読めない。で、まあ、若い子たちがいっぱいうちの従業員にいるんですけれども、ある日行ったらですね、子供のような人たちがワイワイ遊んでるわけですよ。で、僕は、と思って、この子たち何なんだって、その未成年を使っていけないんだぞって言って、いやいや、この子たちはうちの社員の弟妹ですって言うわけですね。で、社員の最初は研修書を作ったんですよ。で、文字の英語とかね、数学、算数だなとかそういうのを教えてたら、IT とかね。そしたら弟妹たちがやってきて、一緒に勉強するようになったんですね。で、まあいいよって言って、で、も、あの、このその次に行ったらですね、200人ぐらいいるんです、子供たちが。ね、なんでこんなにいるのって言ったら、その弟妹たちの友達もみんなやってきて、僕らの子供たちは朝みんなうちの会社に来て 夕方になるまでここで勉強して遊んで帰っていきますという もう、それがね、もう定番になってですね、もう本当、20年近くそんなことやってますけれども すごいですね。で、毎年ね、クリスマスにね、僕にね、小さなレターが来るんですよ。みんあ、子な供かたら。ちからね。もう子供たちから。それが嬉しくてですね。これね、鹿児島にもね、インターナショナルスクール作りました。まあ、先生もご存知のように、そのうちの子供たちアメリカでずっと、勉強してたわけですけど、まあ、英語力っていうのは、なかなか難しいじゃないですか。小さい頃からやらないと。で、インターナショナルスクール作ろうと思って、ハーバードのエンカネーション教授って、その権威の方がおられるんですけど、その方が9歳までだよって言うんですよね。ああ、で、ええー、って思っ英て、語を学ぶのがね。どうなんですよ。で、僕は中高一貫校かなと思ったら違うと、幼稚園から作れって言われて で、幼稚園作ったんですよ。150人ぐらい子供たちがいて、先生も10人ぐらいいますけれども、まあ、そういうことをやったりですね。あと、僕は、女性をですね、が働く、環境を作るプロフェッショナルで、先週も山口県の知事に呼ばれて、山口県で講演してきまして、再来週は静岡県の知事に呼ばれて、静岡県で 講演してきますけど、まあ、日本一になったんですね、その女性が活躍する先進企業って、安倍総理から、表彰して18年ですね。いや、本当に今日本はね、どんな分野、特にビジネス界ではね、女性少ないですもんね。そうなんですよ。で、あと、厚生労働大臣優良賞っていうのももらったり、あと、ランスタートっていう、まあ、働きやすい、若い人たちがね、働きやすい会社のベスト5になったりですね。プラチナエル星っていうのも先週もらいました。全それ国何ですか？のプラチナエル星ってですね、まあ、そういう女性が活躍するのに優しい会社で、上場企業、多分2000社以上あると思うんですけど、7社しかもらえてない。すごいと思いません？ すごいね。プラチナエル星もらいまして。やっやっぱりぱりこれ若からいね、から。女性が人口の半分にいるはずなんでね、日本はそうそ少子高齢化になるから、女性をいかに登用するかって本当う。に重要ですよね。うちの会社はもう半分以上女性ですから。あ、そうですか。すごい。係長ももう40何パーセント女性ですから。だから女性で持ってる会社。そうなんですよ。で、まあ、これはアメリカと日本の対比ですけれども、ある意味、アメリカの女性ってすごいなと思うのが、日本はもう子供産んだらもう1歳まで休むじゃないですか。アメリカで僕、やってた時はね、もう12週にまでには遅くとも帰ってくんですよね。そうですね。すごいのがいて、もう研究命っていう女の子ですけど、4日で出てきました。子供どうしてんのって言ったら、向こうはね、ベビーシッターとか結そうです構あるじゃね。ない、近いですけど、そういうのがとってもいいので、もう普通に、まあ、離婚率が高いせいかな、やっぱりキャリアはとっても大事にしますよね。そうですね、確かに。で、日本人はもう出産の一時金をもらえるし、育児で67%、100%払う会社もありますからね。で、まあ、しかも、認可保育園は無償だし、とっても恵まれている。ある意味では恵まれてるわけですよね。恵まれている。逆に言うと、女性がけれ活ども、躍しなくなっちゃうんです女ね。性が活躍してない。
特にドクターって若いうちとっても大事じゃないですか、卒業して10年ぐらいは。まあ僕らもブラックの中で 生きてきましたけれども、ブラックまでとは言いませんけれども、まあ1年休むのはね、ドクターが1年休むのはどうなんだろうかなと、アメリカと比べて。アメリカはもう本当12週までないと解雇されるから、そういう、そうまあ、ですよね。プレッシャーはあるのかもしれないけれども、やっぱりそれなりにキャリアプランを考えていって、まあ、旦那さんがね、協力しないっていうのもあるのかもしれないけど、そこはやっぱり、意識改革していかなきゃいけないところかなって。で、うちの会社も100%男を休ませてます。なるほ雇ど。われたら。逆にね。強制的に休めって休ませてます。だそういうところが、まあ、日本とアメリカの違いで、まあ、あるかなという感じで。そうですね。一通り、終わりました。ありがとうございます。どうも楽しい話をいろいろ聞く。いえいえ。両一先生どうも今日はありがとうございました。いや、どうも。私の知らない分野で本当に活躍されててもびっくりするほどなんですけども、まあ、先生と私、比較的同年代じゃないかと思うんですけども、私のキャリアとは全く違ったね。ある意味では、冒険的なチャレンジャーですよね。あの時代にすると。まあ、好まあ、き開勝手業なしこたとをやっり、てる。ね、患者さん見るっていうのが、まあ、王道であって、先生みたいな生き方した人って非常に少ないんじゃないかと思うんですけども、でまあ、もある意味で臨は、床では使い物になりませんから、その代わり。い邪やい魔にや、なでるもだやっけぱで。り臨床するのも一つの方法ですけど、最初に言ったように、こういう先生みたいなことをされることによって、より多くの人にね、恩恵をもたらすのはもう、桁違いにもたらしますので、まあ、成功するとね。ですから、そういう生き方も、だから私、最近の若い人たちに、これからのこの医療の、まあ、医師の働き方っていうのは、まあ、いろんなね、開業とかそういうクリニシャンとしてやっていくのもいいけども、リサーチをして、そういうベンチャーやったりとか、まあ、そういうのも一つの方法ですし、まあ、もう一つは僕が言ってるのは、本当に医療を変えようと思ったらね、政界とか で、政治の方にね、入っていくのもいいかもしれないし、あとは SDGs のね、やっぱりアチーブする、まあ、医者しかできない分野でアチーブするっていうのは、そういう仕事がたくさんあるからっていうことで。で、今日の先生の話聞いたらね、多分、若い人たち、あ、こんなこともできるんだなって、こう、勇気づけられたんじゃないかなと思いました。本当に。どうもありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。何か最後に一言ありますか？ そうですね。ぜひ、日本のね、ドクターが、世界で、活躍する。そうですね。別にアメリカじゃなくてもいいと思うんですけれども、キューバのね、僕、キューバに呼ばれて行ったことあるんですけど、どこに？キューバ。あ、キューバ。キューバの政府に呼ばれて、公園行ったことあるんですよ。で、その時にいろいろ教えてもらったんですけど、キューバのドクターって世界中にばらまかれてるんですよね。あ、そうなんだ。それでキューバで作られた薬を使ってるんですよ。へえ。すごい戦略ですよね。すごいね。で、キューバって意外と知られてないんですけど、いい薬作ってるんですよ。まあ、なるほど。その、ゾロになりますけれども、ちゃんと工場もできてて、インターフェロンなんかも作ってるんですよね。なるほどね。まあ、だ日から、本の若いそう人いにはう、そういうふうな、こうね、将来、キューバみたいに日本の中からね、いろいろ発信していって、で、世界で活躍するような人がね、出てくるといいなと思いますよですね。ね、日本の、臨床実習も期間がね、もう2年ぐらいになって伸びてきてますから、まあ、アメリカ並みで臨床実習もできるし、向こうのね、ライセンスも取れると思いますそうですから、ね。そういう人が今からどんどん増え増えてていってほと、しいなと日思いますね。本のまあ、ね、私はその辺のところちょっと手伝ってはいるんですけども、そうですよね。どん先どん生、増え本ていって当ほしにいなもと思いまう、自す。腹切っておられますからね、すごいですよ ね。いえいえ。大したもあんでとす。最後のその幸せの話ね、とってはい。も、いい話で、私が最近、まあね、感じてるのは、まあ、我々、いろんなところで幸せをまあ感じますよね。まあ、美味しいもの食べれたら幸せとかね、そういう単純なことじゃなくて、ただ、自分が幸せになるようなことが達成されて幸せ感を感じるよりも、人の幸せを、人に人は幸せを与えて、その人が、ああ、幸せだって言ってくれたときに、本当に幸せって感じるんじゃないかなって、まあ、特に思っそうて、なんですよ。そでれ、ね、先生は実践されてきたんじゃないかなと思いますまたね。ね、そこで一つね、皆さんにこうお話ししたいのが、まあ、108億、僕のポケットマネーじゃないか、銀行のお金借りて作った時に思ったのが、僕は
感謝されてもらおうと思わないことにしたんです。っていうのが、こんだけしてあげたのに、ありがとう、感謝されないと悲しくなるじゃないですか。あ、そうですね、はいはい。だから僕は、たまに、まあ、隔週で、センターに行きますけれども、たまに会って、僕の顔を知ってる人が、あ、理事長先生ですねって、本当ありがとうございますって言った時に、初めて嬉しい。うん、あ、そうですね、うん。だから、感謝を求めないようにしてます。あ、それね、重要で、ええ、全く私の理念として、アメリカの教育のね、理念っていうのが、教育は見返りを求めないっていうのがあるんですはい。よ。特に、とにかくギビングだと。で、あげたものが、その人たちが学んで、次の世代に伝えていくのが教育だっていう、そういう、まあ、教育理念がアメリカは昔からあって、まあ、先生も感じたと思うんですけども、で、一切この教育したから、まあ、見返りを求めるってことは、まあ、ないわけなんですよね。その教育理念って本当に素晴らしいなと思って、日本にね、人も、まあ、日本はどちらかというと、まあ、教えるから、その昔なんか見返りに奉仕しろみたいなとこがね、多少なきにしもあらずなんで、そういうことないようにね。日本の教育理念をね、変えていきたいなとは思ってるんですけども、いや、先生のその考え方、本当素晴らしいなと思いますね。で、自分がね、好きでやってるわけですから、だから別にそれで感謝してもらおうって思うこと自体が、そこでちょっと出発点が狂っちゃうわけあ、ですそうかね。もしれませんね。そこに期待自しち分ゃうとね。がやりたいからやってるわけで。なるほど。いや、いい話たくさん聞いて、先生とこう共感するとかたくさんあって、今日はもう私も幸せを感じました。ありがどうとうもございます。ありがとうございます。いろいろと、こいい、の、また、あ、それで、一応これで終わりたいと思いますんで、あ、先生はハワイこの前いらしたと思うんで、またいらしてほしいなと思いますけども、はい。あ、来年の夏行きまあ、す。このぜひともこの釈迦サイン、ハワイに行くとこの釈迦サインっていうのがあるので、これ先生、忘れないように、やってください。来てください、遊びに来てください。あ、また来年いらっしゃいますか？来年、行きまじゃあ、す。ぜひともまた、夏、お会いしたいと思いますん8月で。下旬ぐらいに行くと思います。そうです来か。年。またよろしくお願いします。